はい、皆さんこんにちは。社長部長の YouTube の社長です。今回もですね、製品の比較をしていきたいと思いますので、最後までご視聴よろしくお願いします。今回はですね、2020年10月、今週発売されましたハイコークさんの新しいインパクトドライバーですね、 WH36DC というものが発売されました。こちらとですね、またかという方もいらっしゃるかもしれませんけども、牧田さんの TD001G、 こちらの方を比較していきたいと思います。今回は牧田さんとの比較をしていきますけども、新商品ですね、 WH36DC 前の機種ですね、DA、 こちらの方も違う動画の方で説明させていただいてますので、どうぞご視聴よろしくお願いします。で、今回は牧田さんとの比較ということで、サイズ感とかですね、トルク等々をですね、説明していきたいと思います。サイズですけどね、まず牧田さんが 120mm で、ハイコークさんが新しい DC が 114mm と 6mm ヘッドが小さくなってます。重量はカタログスペック上 1.6kg で変わりません。あとはトルクの方ですけども、牧田さんの方が 220N、 そしてハイコークさんの方が 200N という風になってますんで、そちらの方も締め比べしてみたいと思います。あと気になるのがですね、牧田さんの TD001G、 すごくこのアンビルのブレがなかったんですよね。こちらの方も動画で見てもらえるといいと思いますけども、今回ハイコークさんの方もアンビルのブレの低減をかなり抑えているみたいです。ちなみにですね、今回新しいカタログ2020年の10月版、ハイコークさんから出ましたけども、後ろ後でまたちょっと画像出しますけども、建築吉日こういうのがついてますんで、興味のある方ちょっと見てみてください。面白いと思います。来年の3月まで書いてますね。胸上げのどの日がいいとか、建前はどの日がいいとかですね、書いてますんで、ちょっとこれが新しくなったかなと思ってます。トルク、それからスピード、それからアンビルのブレですね、ここら辺を重点的に見ていきたいと思います。コンセント65、はい、90、はい、90のビースです、はい、いいですか、はい、なるほど。ちょっと時間かかったか？時間かかったね。はい。時間かかったね。はい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 。これはちょっと廃校期早そう。廃校期早そうね。はい。はい、どうぞ。いいですか？はい。こんな感じですね。はい、今ですね、コーセットの65、それからコーセットの90、そして構造用金物を取り付けるちょっと太めのビスですね、6の120、それぞれ2本ずつ打ってみました。動画でも多分見て分かったと思いますけども、ハイコークさんの方が速いです。締め感はですね、あんまり変わらないですけども、速さがやっぱりもう体感的に速いような気がします。スピードはハイコークさんから。巻きとも早いね。巻きたっすね。早いね。はい。4分の125。はい、はい、どうぞ。
はい、次にトルク対決ということで12-65それから12-125このコーチボルト、コーチスクリューを打ってみました。トルク的にはですね、マキタの方が220ニュートン、ハイコーキさんの方が200ニュートンっていうことで、20ニュートンマキタさんの方が強かったんですけども、実際打った感じ65はほとんど分からなかったですけど、125を締めた感じと緩めた時はトルクとは関係なくハイコークさんの方が速かった感じでしたね。感覚的にもハイコークさんの方がスムーズに入っていって、抜く時もですねスムーズに抜けた感覚はしました。次はですね、一番このアンビルのブレが気になるテクスビスをですね打ってみたいと思います。用意したのが4-19それからちょっと長いですね4-75このビスを鉄板に打っていきたいと思います。はい、じゃあモードはテクスモードです。ハイコキさんいきます。これがこれもモードがテクス、モードテクスね、テクスの厚いたよ。はい、早っ早っ早っ、何やった今の。はい、テクスの厚いたよ。はい、早いな、これこうつけがたいとかやね。4-75テクスモードね、ハイコーキね。はい、こんな入り方すんのかな。今普通何モードですか。普通モード。テックスモードが多分変な感じで効きようじゃねえかな、トルクを感知しようじゃねえかな。はい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 、テックスねこれ。はい、こんな感じ、こんな感じ。これ普通のモードにして打ってみましょうか。マキタね、普通ですね。うん、普通。ああなるほど、これやっぱテクスモードですね。テクスモードテクスモードよりも普通のモードの方がいい。いいですね。はい、小さいビスに関してはテクスモード効き目があるかもしれませんけども、長いテクスに関しては普通の打撃モードで全然大丈夫です。 これであのトリガーで調整した方がいい。というわけで、テックスモードで、2種類のドリルネジ、テックスビスを揉んでみました。4-19それから4-75ですね。正直な感想ですね、両方とも短いビスに関しては、テックスモード有効でしたけども、75長いビスを、Cちゃんに打ってみました。ちょっともたつきがあります。動画で見てもらえると分かりますけども、多分これ通常の打撃モードと、こちらのパワーモードですね、通常のモードで打った方が多分スムーズに、入った感想ですね。テクスビスに関してはそんな感じです。まあアンビルに関しては両方きれいにまっすぐ入っていきますんで、かなりブレはですね、低減されているかなと思います。すごくいいです。今回は新型機種ですね、ハイコーキさん10月に出ました、WH36DCと牧田さんのですね、TD001G、こちらの方をそれぞれ、打ち比べ締め比べ、してみました。正直な感想ですね、やはり後発モデルということでかなり、ハイコーキさん研究してきてますね。さらに上をいったなっていう感じの機種でございます。まあそれぞれ牧田さんユーザー、ハイコーキさんユーザーいらっしゃいますけども、中間のところで比べたところは正直そんな感じがしました。また次回もですね、商品紹介とかそれから製品の打ち比べ比較をですねしていきたいと思いますので、もしコメント欄でこんなことやってほしいっていうのがありましたら記入していただければありがたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。